さんこんにちは。公立函館未来大学の、中浩二邦衛と言います。私は現在情報アーキテクチャ学科情報システムコースで、教授をしています。今日は皆さんに人を触発する可視化システムの創造と創造というタイトルで模擬授業をさせていただきたいと思います。創造と創造、イマジネーションの創造とクリエイティビティの方の創造で、人をドキドキさせたりおおって思わせたりするような可視化表現というものをデータから作り出して、でそれを体験するためのアプリケーションシステムを作るといったような、研究をしています。本講義では、歴史年表や函館バスの運行情報を素材としたインタラクティブな可視化システムを解説します。大量のデータをアルゴリズムに沿ってビジュアルな表現にマッピングすることで、さまざまな関係性がこう人の目の前に立ち上がってきます。でそういう、可視化された表現を見ながらちょっとワクワクしてもらえたらいいなというふうに考えています。ではまずはじめに、簡単な自己紹介からさせていただきます。私の研究のテーマおよび研究分野は、情報システムのデザイン、ユーザーインターフェースという言葉は皆さん聞かれたことがありますが、システムとかの その表面の部分、人と、一番関わる部分になります。でシステムに、どういうふうなユーザーインターフェースをかぶせたら、人の創造性が支援できるかといったことをテーマに、ずっと研究してきています。研究分野としてはヒューマンコンピューターインタラクション、ソフトウェア工学、人工知能といった分野での研究になります。人工知能って、システムが、人のように知的に判断したり、何かを見つけたりっていうのがありますが、システムの振る舞いによって人を賢くするような分野、これも人工知能の一つです、分野の一つです。で私が研究しているテーマはその人側をいかにこう触発したり、何か思いつくように持っていくか、でそのためにはシステムにどういうことが必要で、で人がその思いついた結果を今度システムに貯めていくと、さらにシステムの側も人の側も両方が賢くなっていく、そんなふうな研究テーマになります。人と情報技術というふうな関わりをずっと見てきているわけですが、情報技術っていうのは人が使いやすくなくちゃいけないというので、人のに合わせて情報技術を作り出すわけです。ですが人には人で、道具や情報や環境に合わせて振る舞っていってしまう、これはわざわざ合わせるっていうのもありますが、知らず知らずのうちに合っちゃうとか慣れちゃうとか、そういうふうに考えてしまうといったような性質が人にはあります。でその人が持っている認知的社会的な性質、こっちはサイエンスで解明される側と、そういう人のネイチャーに合わせて情報技術で何ができるか、新しくこう作り出せる機能ですとか、可視化表現、要素、現象といったものを、その2つを組み合わせることで、1つの経営が出来上がっています。で私の研究ではその人の側と情報技術の側と合わせたところで、より良い未来というか、楽しいこと、新しいこと、今まで人だけではできなかったこと、情報システムだけでもできなかったことを相互作用に し合う関係として捉えることで、新しいところに行く、そういうふうな、研究をしています。私の研究はこのような、人がこう使っていく情報技術を使っていくっていうことで出来上がる使うことの世界と、それから、そういうシステムを作るっていう作るものの世界で、その2つの世界の関わりの部分が時間的に変化していくわけですが、人は慣れていくしシステムはどんどんこう情報が溜まっていくと、でそういう時間的に変化していく相互作用を踏まえた上で、情報技術を考えるというところに興味があります。人が、今度個々人がどういうふうに変わっていくかというところに着目すると、人が、スマホの上とかアプリケーション、パソコンの上で動くシステムとか、それと、対話、インタラクションしながら、そのインタラクションを経て何か新しいことを考えついたり分かったり思いついたりする、で、そういうことをテーマに研究してきています。では、本日はその、そういうテーマの中でも、データ、いろんなところからこう集まってくるデータ、集
人が集めてきたデータ、センサーとかが集めてくるデータを、可視化することで、どんなふうな効果を作り出すことができるかといったことを、お話ししていきたいと思います。まず最初に、観察対象となる世界とその世界について得られたデータとデータの可視化という3つの関係を説明したいと思います。題材は、お習字のシステムです。これはキャリグランプというもう15年近く前に、我々の研究室で構築したシステムですが、少しご紹介しますので見てみてください。お習字って、こう綺麗にこう半紙の上に、筆で墨で描くのがお習字です。でこのお習字をどういうふうに書いてるかっていう習字のプロセスのデータを、収集しました。どうやって収集したかっていうと、この下に引かれている白い盤面は電気が通る、通電するんですね。でどこがに、筆が当たってるかっていうのを、記録することができます。下側の、ビデオで見てもらったら分かると思いますが、タッチしてるところが、右側 の画面で見て分かるようにこう追えるようになってます。でこれによって、どの順序でどこにどれぐらいの、墨の筆の太さで描いたかっていう、データとして取ることができます。で取得したデータは、タイムスタンプ付きの接着形の座標ということになります。ずっと例えば1秒間に、10回の、ような頻度で道と、接地面積ですとか、座標を取っていくんですね。そうすると、動きが取れますので加速度も計算できますし速度も計算できます。筆の向きも計算できます。それからどこら辺で交差位置したかっていうのも分かります。で出来上がった作品っていうのがある。例えばそこに4人が一番上のが、お習字の先生 で下3人が当時の大学院の学生さんが描いた字ですが、下手っぴな人と上手な人がいて、でこれは速度をエクセルでグラフにしたものですが、メリハリが先生が書いたものこう早い遅いとこうリズムがいいんですね。で、あんまり上手な人はなんかダラダラダラとか、あんまりメリハリがないで最高速度と最低速度とかを測っても、これグラフですが、上手な方は、最高速度と最低速度の差がものすごく大きいとか、そういったことがそのデータ取ってこういうふうにグラフで見ると分かるわけです。でそこでこうやって取ったデータを、視覚的聴覚的に、表示したシステムがキャリグランプシステムと言います。まず、これ視覚的に表示した例ですが、どこについてどんな速度感でこう書いたかっていうのを再生してるんですね。で下側の一番左はシンプルに再生してます。左から2つ目は、指定した時間枠内に収まる部分のみを表示して再生、つまりですね、例えば 0.5 秒の時に書いたところっていうのをしてるので長く見えるところは早いっていうことになります。で短いところはちょっとだけ濃く見えてるところはゆっくり書いてる。で、それは左から右にずっと再生してるんですが、左から3つ目になるとその再生部分を自分でユーザーさんが自分でコントロールして動かしてるんです。そうするとこう時間をコントロールしてるような感じでどの順序で書いたかとか反対向け再生とかができると。で速度の情報などを、持ってますのでそれを黄色に、丸の大きさとかでこう頂上して重ねてオーバーレイして表示すると、どこでゆっくり止め跳ね止めとかが実際に速度とかでこう現れているのが見えると、これが可視化表現の一つです。でさらにこれを、聴覚的に表現してみたものが、これです。筆先の速度をエンジンの音風にマッピングして表現しています。なのでうーっとか言ってこう上がった速度が高いところは高音で出てくると。
これはお主人の先生のデータなんですが、下手な人のデータを音にするともう本当にドドドドドドって音で分かる、上手下手が分かるような感じがします。これは見て分かるようにそのピアノの音の高低差にマッピングして速度を示してみたということになります。で、今ご紹介したものを使ってですね、その観察対象の世界っていうこととデータっていうこととデータの可視化っていうお話をしたいと思います。今このお習字の例で観察対象の世界っていうのはお習字書いてるその場ですね、その時ですね。で、書き上がったものはデータとして残ってるし速度としても取れるわけです。そこでデータが出てきます。で、先ほどお見せしたようなExcel っていうスプレッドシートに入れて、データを普通にグラフにする。で、そこから、データを処理して、情報を科学的に処理すると特徴抽出ですとか要素間の関係性ですとか、どういう塊があるとかクラスタリングとかそういったことを取り出すことができます。で、それをなんていうかな、そのままグラフにするっていうものがあるんですが、で、それによってこの人がそのデータを理解するという関係があります。で、データの理解、グラフはデータの理解のためにあるわけですが、私たちが興味があるのはそのデータから見える後ろ側にある世界がどうなっているかです。で、今例えば駅やその道の人の行き交いっていうものを、人が持っている携帯電話の位置情報を使ってセンサーデータを使ってどれぐらい混んでいるかとか、それ取ってくるのはデータですが、本当に知りたいのはどれぐらい人が出てるのかなとか、先月の日曜日よりはどれぐらい増えたかなとか、そっちの、対象の世界の理解をしたいことになります。で、そうすると、データの理解だけじゃなくて、そのデータを理解することを通して対象とする世界を理解したい。今だとお習字書いてるところを想像したい。で、そのために今お見せしたような音に出してみたり、ちょっとしたビデオ風にこう再生してみたり、人がこう自由に操作できて再体験するようなことができたりっていったことを作り上げる。で、これがそのデータを理解する可視化から、データがその取られたそもそもの観察対象の世界を、対象とする世界の理解に向けての、視覚表現、データの可視化っていうことの違いになります。で、例えば先ほどの音の、お習字を書くプロセスを音で体験することで、見てる人、一番左側の人の中で、こういうことだなとかこう想像がこう膨らんでいって、なんとなく観察対象の世界の、分かることが増えていく。で、そこを、私たちの研究室の研究では狙っていることになります。で、データ可視化システムっていうのはですので、そのシンプルなグラフを出すとか、そういうことだけではなくって、後ろ側の世界をこう想像して見られるような形でデータを、ちょっと整形したり、作り直したり、どのタイミングでどんなことを、見せるかっていったことを考えていくことになります。それがデータ可視化システムとなります。で、このデータ可視化システムを、そのデータの、上側に置くことで、対象とする世界を思い描いたり推測したり、それからそれについての仮説を立てたり仮説をデータから検証したりといったことをしたいと。で、狙っているのは人の中に起こる見出したり見立てたり補ったり埋め合ったり想像したり想像したりすることのプロセスです。で、そういうことが人に起こるようにデータ可視化システムを作ると。で、そのためには、データをどんなふうに見るか、これをインタラクションと言います。日本語だと相互作用になりますが、人がこんなふうに見方を変えるとデータはこんなふうにこう、変化するっていったようなやり取りをインタラクションと言います。で、ユーザーの気づきや興味が引き出せるようにデータを表現して、で、人が見たいところとか、ここもうちょっと拡大してとか、ここもっと詳しく見たいっていった視点やフォーカシングを自在に選べるようにして、で、そういうことを連携してデータの表現を変化させる。で、この部分、この赤枠で囲んだ部分が、インタラクションデザインですとかヒューマンコンピューターインタラクションといった分野で研究するところになります。
それでは今お話ししたようなその、データの可視化、インタラクティブなデータの可視化表現を、2つ事例をご紹介しながらお見せしたいと思います。まず1つ目は、歴史年表データを用いたインタラクティブな可視化表現です。ここでご紹介するデータは、京都の歴史という1976年に出版された、まあ、歴史のデータですね。歴史の項目がどーっと書かれているんですが、その中に、10巻には年表があります。でその年表に入っている、1万2000件のテキスト、何年に何があったっていうことが、まあ、バーって書いてあるんですが、そのデータを用いて、視覚的に表現したみたしてみた例を今からお見せしようと思います。技術的に何をしたかっていうと、こういう古い本がありまして、それを、許可をいただいてスキャンして、で OCR というその、文字読み取りのソフトウェアを用いて、部分的に自動化できるんですが、あとは、手作業で整形しました。でそれを、ここにある例えば、前年よりなんとかかんとかとか白川法皇がどこに移るとかいう、こう書いてあるこの文章を構文解析っていって、主語述語というふうに回って、で、例えばその出てくる名詞が人名であるとか地名であるとかっていったことを、解析します。でそれでこうデータを整形します。でそれを前提にいろいろ視覚的に表現していきます。で例えばですね、これは歴史をどーっと並べて、3次元空間に並んでいます。で左で動かしているのが、これがタイムラインですね、年表の年ですね。一番上が今は511年ぐらいで、下700年ぐらいですが、そのあった位置にあった事柄が、ピューって起き上がってくるような感じの可視化で、その、見え方をいろんな自分で楽しむために、ちょっと、これは何ですかね、試してみる感じですけど、その歴史年表をどーっと表のように見るだけじゃなくて、こんな風にこうちょっと違う感じで見るだけでもなかなか楽しくなってくるんですね。で、さらにこれはもっと、エクストリームにしてみた例ですが、奥行きが、歴史の、年号になります。でその中にずーっと突っ込んでいってる感じです。でいろんな歴史項目は時間順に螺旋状にこう並べてあります。でその中をくぐっていくと何年に何があった、でこれを見ながら何かが具体的に分かるかっていうことはないんですが、なんか歴史の空間にドーって入っていくような感じはすごいする。で、これは本当に一例なんですが、こんなふうにで今、前後関係はだから、確か絶対的な年になっているので、歴史のエントリーの時間がこう空いてるとちょっと空白が続くことになります。でそれも面白くて、ここに何もなかったのか、あるいは年表に記録がないだけなのかっていうところは実際こう考えないといけないわけですね。でそんなふうに年表を体験していくようなツールで、今のは歴史年表を、テキスト化して配置した、3次元に配置して、可視化しているんですが、その京都の歴史の、年表に出てくる、建物名や地名っていうものを、出してきて、作品を用いて出してきて、でその、地名建物名をウィキペディアをダーッてスキャンしていくと、大概そこにウィキペディアのエントリーがございまして、ウィキペディアには、緯度と経度が書いてあるんですね。でそうすると歴史の、白川法皇二条城に何とかするって二条城の緯度経度が分かります。 でそんな風にして、歴史上起こった事柄を地図の上に連携させることができる。例えば、これ今真上から見た図ですが、京都府ですね の中に、左側に書いてある歴史年表の項目がずっ と、マッピングしてその場所に置いている。でそれを、3次元的にこう、例えば時間軸を上に立てて、今旗みたいになってますが、下が新しくて上の方が古いっていう風にして立てて、でこれぐるぐる、ユーザーさんが動かしてみたりとかサーチしたり、この中である例えば白川法皇っていう文字検索をしたりっていったことができる。で、この例が、先ほどのやつをこうズームインしていった感じですが、どこに何があって何年に何があってっていうのを見ていることができる。で、これはちょっと
説明が必要だと思うんですが、これですね、青い点々が上からこう降ってくるの分かりますでしょうか。で、この青い点々一個一個が歴史年表の項目です。で、左側に示しているのが、歴史 の、 あの時間軸で、こう動かしていくといろんな字が出てきます。で、この青い点々はそれが、地面と交わる土地で起こった事柄、歴史年表の事柄です。で、地面に着地した瞬間に文字が出るような、インプレをしている、まあ、ちょっと、怖い感じもするんですが、例えばここで今伏見っていう字がこの辺に見えますかね。伏見のあたりでいっぱい物事が起こるとそこが濃くなるとかって言ったように、その京都、まあ、京都って歴史、まあ、長くてですね、いろんないろいろあるんですが、どこら辺でどのあたりで、何がいっぱい起こったか、でこれも一個ずつを読むっていうのはまた別の話です。で、それとは別に、まあ、大まかななんとなくの、そのどの地域で何年頃には何がいっぱいあったなっていうのが分かるとか、分量ですとか、そういったことをまあ体験したりするのがまあ面白い。で、要は言いたいのは、その歴史年表があるからといって、それの可視化っていろんなことができるわけですね。で、この例はその同じように歴史年表の項目は、その、どこであったことっていうのをマッピングできますので、そうすると例えばこれ、烏丸通りですかね、河原町通りかな、通りをユーザーさんがここに、ここの辺に起こった歴史的な事柄を示して教えてっていうと、その範囲に起こっている事柄がここに列挙されています。で、この中から、例えば一個ずつ見てて、平等院とか京都銀行とか高島屋二条城っていう、まあ、文字が出てきてて、こう一個ずつ探索していきながら、それに関係する事柄ですか。で、それが、歴史年表全体の中のどのあたりになるか。で、このツールになってくると、だいぶその分析ですとか解析ですとか、歴史項目のについて、まあ、調べる調査するということがに、近いようなアプリケーションシステムになってきます。で、まあ、いろんなそのタイムスタンプ、時間情報っていうものを持ってて、でその上、土地の、空間的情報を持ってて、それを2つを組み合わせるとかなりいろいろ面白いことができる。この今こう赤く書かれていますが、これはユーザーさんが自分でこう絵を描いてですね、で範囲の太さを今赤い線ちょっとずつ太くなって出てるのが分かるかと思うんですが、範囲をどん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 広げていくと、それに相当する、検索項目も増えるとか、そんなふうな、まあ、検索の仕方とね、組み合わせて見てみるといったことができることになります。で、今のが、まあ、京都の歴史年表ですが、今度は、まあ、もうちょっと、我々に身近な、路線バスの運行情報データっていうのを使った、可視化を、ご紹介したいと思います。で、これのデータはですね、路線バス、函館バス株式会社さんのご協力をいただいて、系統別の運行時刻表と、それから系統別の、停留所の系列、それからバス停留所標柱っていうんですが、の緯度経度の位置の情報のデータを、いただきました。で、実はデータとしていただいたんですが、実際皆さんバスロケとかバス検索とかしても自分で、いろんなことを探せると思うんですが、ユーザーさんがもうアクセスできるような状態になっているデータです。で、それを用いて、地図上に配置してみたっていうのがこれです。まずお見せしようと思うんですが、これ何が起こってるかっていうと、ある路線の函館市内です。函館市内の函館バスのある路線の、下に時刻がこう出ているのが分かるかと思います。2時15分頃にはどの系統、この系統のバスはどのあたりにいるかっていうのを、地図の上に見せて、表示している。で、これはリアルタイムじゃなくて時刻表のデータです。つまり、
時刻表上には、3時15分にここに来ますで、次のバスは3時43分に来ますとか言ってこうちゃんとこう決まってるわけですね。それを、時間をわーって早く、高速で回すことで、見えるような、ことをしました。で、このシステム BEAM って言ってこの 1,2 年ずっと作ってきてるシステムなんですが、バスエクスペリエンスアンプリファイドで、まず地図上にバス標柱を表示します。バス標柱っていうのはバス停です、停留所です。で、地図をまずこう倒すんです、2次元の地図をこうやって3次元っぽいですけど実は2次元表示してて、2次元の地図をちょっとこう寝かせて斜めに寝かせて、でその寝かせた地図の上にバスの停留所がどこに、例えば、5系統のバスっていうのはこんだけ停留所止まるって言ったらそこにトト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 ってこう停留所の点々ができます。でそこから、各地点から上方向にこう時間を伸ばします。でこの場合は上が夜中の0時で下が、夜中の24時で、だから朝の方が上で、夜の方が下、こうずっと点々をつけるんです、ね、そうするとこう柱が立ちます。で次に、その系統の線路に沿って隣り合うバス標柱を、面でつなぎます。そうするとこうオーロラみたいになる。で、こうバスがこう走っていくっていう形が見えてくるかと思います。でその上でその系統のバスが停留所に到着する時刻を線でつなぎます。函館駅ですと五稜郭駅前とか警察署前とかってこう3時14分ここには3時17分次3時20分とかあるのでそこに点々打っ てこう線でつなんでいくんです。でそうすると、バスの運行表が想定しているバスの動きっていうのが出来上がります。きれいにこう線でつながった、3次元っぽく見えるものが出来上がって、でその経路上で指定した時刻ごとにバスの位置を丸印で表示します。指定した時刻っていうのは先ほど画面で下に出てましたが、例えば今2時14分とするとっていう、2時14分35秒とするとっていう。で、その時に、バスは2時14分だと何々駅にいます、何々駅にいますっていうのがあって、でそこにこう丸を書くんです、ね、でその指定した時刻を早回しで進めていくとバスの玉が経路のレールの上を転がるように動いていくのが見て取れる。で可視化しているのがこれです。ボールがコロコロコロ下に12時今お昼ぐらいですか、下13時22分とか時間がどーっと動いていってるかと思います。で、こういうふうに見る、バス停で時刻表があったり、それからPDF データで、5番系統の時刻表ってこうダウンロードできると思うんですが、そういうふうにして見てる情報とこうやって見る情報とでそのバスに対する理解も変わるし、例えばどのあたりがすごい頻度たくさん走ってるなとかいったことが、見て取れる。今これは一つの系統だけ、表示してますが、いろんな系統をいっぺんに表示したりすると本当に、ここの通りはものすごい頻度でバスが通ってるとか、そこから一個向こうまで行くとあんまりないとかいうのが、一目瞭然的に見て取れて分かって、そうすると一駅手前で降りて歩けばいいかっていったことを、自分で判断することができる。今Google ですとか乗り換え案内とかいうのはその何時から何時にここの駅からこの駅で行きたいって言うとそれを教えてくれるんですけど、ちょっと歩いてもいいんだけどとか、必ずしもこの停留所なくてもいいんだけどとかいうのは特にバスの場合は多くて、そういったことを分かればいいなっていうふうに考えて、可視化しているようなツールになります。ということで京都の歴史年表と、あと普段、皆さんが使っている使ってない人もいるか目にしている路線バス、のデータを可視化して見ている例をお見せしました、ご説明しました。路線バスの方は、GTFS っていう標準化されたフォーマットで公開されていると、どこの地域のバスでも、可視化することができて、全く同じシステムで青森市内のバスですとか、それから岡山の方の市バスですとか、可視化することができています。で、そんなふうに、私たちの研究っていうのは進んでいます。では、終わりに、一言ですが、本講義ではデータをインタラクティブに可視化研究する
で、その、目的とアプローチを説明しました。最初にお話したように、そのデータを理解したいというよりは、データが指し示しているこっち側のその向こう側の世界を理解したい。で、そこにまあなんか思いがこう行くような、なんか、シミュレーションというか想像の世界が膨らむような、視覚的表現というものを作り出そうというふうに、頑張ってるわけです。で、事例として歴史年表と函館バスの運行情報を素材としたインタラクティブな可視化システムを開設しました。この未来大では、2020年度からデータサイエンスオープンプログラムを開始しています。で、3年生向けにはデータ可視化の講義も始まります。2022年度からかな、20年に1年生で入った人が3年生になる時から開講されます。私が受け持っています。で、今お見せしたような、視覚的表現を、何を考えて人のどういう性質を使って技術的にはどういう、制約と可能性を踏まえて作っていくかということを解説するような講義になるかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。以上で、模擬授業を終わります。ありがとうございます。